金正恩氏側近が訪米へ首脳会談調整を大詰めという。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の側近で米朝首脳会談開催に向けアメリカの高官と直接協議を続けているキム・ヨンチョル党副委員長が29日平壌から空路で北京に到着しました。外交筋によりますと米朝首脳会談に向けた最終調整を行うため30日にもニューヨークに向かうとみられます。3月上旬にトランプ大統領が米朝首脳会談に応じる意向を示した後、北朝鮮高官の訪米計画が伝えられるのは初めてです。シンガポールで6月12日の開催を目指す首脳会談に向けた協議が大詰めを迎えている模様です。キム・ヨンチョル氏はポンペオ国務長官が4月と5月に訪朝した際、いずれも会談し首脳会談の開催で合意しておりますと。まずはこのニュースからですね。ニューヨークはそういう場所ですね、うん、ニューヨークはね、あの、はい、アメリカ首都はワシントンだけど、あの重要な会談はニューヨークの秘密場所で、はい、あのだいたい国連の中、うん、あのそれだけね、国連が役に立つんですよ、こういう時だけ。そうですね、うん、あの基本的にいらないものなんだけどこういう時はね便利なんですよね、はい、朝から唐辛子が思いっきり効いたスープを飲んだみたいな感じですけどね貸し会議室みたいですね、うん、でもまあ着々と進んでますんでね、まあどうなるやら後で詳しく話したいと思うんですけど、そう、後でね、このなんかコーナーでゆっくりとやるってことですけど、ただね、あのアメリカのチームも揃ってきましたんで ね、あのトランプ一人ではどうだろうとすごい不安に思ってましたけども、はい、うん、強いチームがあの揃いましたんで、うん、最近ベテランの、はい、本当にその意味ではアメリカのスタッフの方々っていうのは、はい、私ね、ポンペオさんってね、マイク・ポンペオさんって私同い年なんですよね、はい、随分私は貫禄あるんですけどでね、やっぱりこうジョン・ボルトンさんも ね、すごくこうジョン・ボルトンは結構年ですね、年ですね。でもあの方のそのなんていうんですかね、この威厳というかね、なんかこうどっしり感っていうか、僕はあの今までにないアメリカのその大統領以外の人たちでこれだけその周囲の人たちが話題になることってなかったんじゃないですか、ね、国務長官にはね、それぐらい存在感のある人がいいです。あ、はい、あの久しぶりですよね、あのヒラリー・クリントンなんか全然ダメだったし、はい、ジョン・ケリーもダメだったし、はい、その今までのティラーさん申し訳ないんですけどダメでしたね。でも今度マイク・ポンペオさんが何かあったらやっぱケント・ギルバートさんという名前があって、いや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 、それでもね、あの僕が言ってるのはね、その人たちじゃないんですよ、はい、その下のスタッフがね揃いました、はい、素晴らしいな、うん、あのやっぱりね、アメリカ外交スタッフはね揃いますよ、いくらでも。でなんでかっていうとね、シンクタンクが山ほどあるもんですから、その中でこの米朝問題をずっと研究してる人たちがいるわけですよ、はい、でですからね、うん、もうその中から選んで使えますもん、うん、やっぱケントさんがその中でやっぱりこの人っていう人ってやっぱいます、やっぱりもうトランプ政権のキーパーソンみたいな。いや、ないですね、全員ないですけど、あの、まあ、でも役者は揃ってきたっていうことですね、うん、揃ってきました、うん、であのあのキム・スングというやつが、はい、あ、スング・キムって言ってますけど英語では、はい、これが結構いいんですよ。あ、これは韓国系の方ですね。アメリカで韓国系のアメリカ人じゃないですか、うん、そうですね、キム・スングさんって名前だと、やっぱりそういういろんなその人たちがアメリカ合衆国の旗のもとに、この集って一つの目的のために何かをやろうというその力っていうのはやっぱすごいなと思いますよね。今回の僕は、うん、あの米朝首脳会談に向けてのこの数ヶ月間のアメリカの動きって本当にね、やっぱりこう見ていてなんか、あ、これはね本当にやるぞっていう感じ。どうなる米朝関係、トランプ・キム・ジョンウンの通信簿でもいいのかどうか、あのキム・ジョンウンはあの自分の政治的なあのライバルを殺してますからね、うん、そういう人なんですから、それを忘れてはいけませんよ。そうですね、これやっぱりおじさん身内で、身内しかも兄弟までね、はい、すごいですよね、お兄さんまでああいう形でこう殺す、おじさんも殺すというようなことってそういう人であるということなんで、会談をやってね、はい、僕は前にも言ったけど本当にこれ
ね、前回握手会やったじゃないですか、4月の末に第1次の第1次握手会やって、第2次を今度はもう本当に、ね、ハグをしてそれを見せつけるという形の中で、まあ、それがいいか悪いかもちろんそれで朝鮮半島の平和が保たれてですね、あれ、まあ、これを望まない人はいない、もちろん朝鮮半島の平和を望まない人はいない、ね、だけども、はい、ケントさんがおっしゃったようにやっぱりこの人が本質っていうのは、うん、そういうことをやる政権であり、うん、この国であるってことっていうのは、うん、これは忘れてはいけないってことなんでね、だからね、性善説で付き合ってはダメなのよ、うん、なんで今の数字を見てると、うん、下の3つのカテゴリーで 20% ちょっといってるかな、うん、これは多少感情も入ってると思うんですけども、うん、彼の本質に対する評価でもあるかなという感じがしますよ ね、うん、なんですね、そんな感じがしましたけど、僕ただ、はい、一つはね、今回の、まあ、4月の27日にもう鳴り物入り、もう本当に鳴り物入りでね、南北首脳会談が行われました、はい、でこれまでは本当に南北首脳会談が実現するのかしないのかっていう、だから目的と、うん、要するに手段っていうものが逆転するぐらいね、話がもうごちゃごちゃになって、もう南北首脳会談が実現ってもうそれだけで OK みたいな形になって、はい、皆さんもお気づきになったと思いますけど、うん、会談の時にね除幕式があったでしょ、うん、そしたら除幕式の時にね大きなこう石碑みたいなやつがもう用意されてるじゃないですか、 あんなもの、うん、そしたら1日2日でできるわけないんで、誰が記号するのかとか、どんな文字でどんな石を作ってどこに置くのかっていうことがあるわけだから、植樹にしても何にしても随分の前から用意されていたっていうのがわかるじゃないですか。でそうなってきた時に韓国としてはどうしてもやっぱりムンジェイン政権の念願であった南北首脳会談をやって、で南北和平に持っていきたい、そういう中で彼の念願を叶えるためにはもちろん金正恩氏の言うことをずっと聞き続けなければならなかったっていうのは多分あるように見えてならないんですよ私は、うん、で、うん、結果として最後ね、ああいう形で、もう南北首脳会談が行われた、手をつないで手を挙げて、そして最後に決めたことは時計を合わせるだけでしょこれちょっと何なのって、南北首脳会談のものもね、そういうものを全然こう言われなかったと。で、はい、今日ちょっとそこにね、はい、年表って言いますか、そのこちらご用意いたしました。年表ね、ここの1月からの約半年の、そうです、で今年の、ね、米朝関係の動きということで、はい、並べてみたんですけれどもね、はい、1月2日これを見て改めてケムさん、井上さん、トランプ氏と金正恩氏の良かった点、悪かった点といいますか、まあ、採点、改めてお二人に採点していただくとすればどうでしょうか。机の上に置いてあるって言ってるんだよね、はい、でトランプさんは彼のものよりずっと大きくより強いんだって、自分たちのボタンの方が大きいって、バカらしいですね、こドカン何言ってんねんと。で、こういう意味外交が、ここはもうピョンチャンオリンピックがありましたね、もうこの時にも見えてましたよね。僕はだからその時にもピョンチャンオリンピックの段階でおそらく南北首脳会談の話っていうのは結構もう話が進んでたんじゃないかなと思われます。で、はい、やっぱりこう金与正さんっていう金正恩氏の妹さんがこっちへやってきてね、こっちへって韓国の方へやってきて、やった時もペンス副大統領のはい、かなりこうね毅然とした態度、もうでムンジェイン、毅然とした態度って言うんでしょうか、僕はムッとした態度ってムッとした態度、サッとした表情がね、そっち絶対向かなかったもん、すごいですよね、そこにいるけど絶対そっち向かない、もう完全な無視を決めたってやつですよね、うん、で微笑み外交でしょ、で微笑み外交のところで完全にムンジェイン氏はもう間違いなく取り込まれましたよね、これはあれですかね、はい、これはスポーツの政治利用なので本当はやっちゃいけないんですけど、うん、結果的にどうなのかな、物事が動き出すためには、うん、結果的に
あってもよかったのかどうなのか、井上さんどうなる、どう思います？ここ今おっしゃるとおり、私難しいなと思うんですよね。政治利用をしてるからやっぱりいけないっていうのは表面で、やっぱどうしても我々もルールなんですけどね。ルールですよね。でしかも南北のチームが出てきて、なんか韓国と北朝鮮の融和というものをそのバーッと世界に喧伝するために、ある意味では韓国のアイスホッケーの選手が出れなかった人も中にはやっぱりいることになったわけでしょ、これ、はい、そんなようなこともあって、微笑み外交そのものって言いますか、その平昌オリンピックでのああいう振る舞いっていうのは、私ね、その評価が出るのはですね、この米朝首脳会談後だと思うんです。これは何のためにやったんだと、あ、これが成功させるためにこの微笑み外交があったんだとなれば、ここはごめんなさい、平昌オリンピックでのこういう対応があったとすれば、それは IOC のああいうその判断といいますか、これは良かっただろうと思うという形もなるかもしれませんけれど、これはどうですかね、日本ではね、こう微笑み外交がすごくねポジティブに、報道されて、まあ、どっちかというと面白おかしく、その美女応援団だの何だの、その何ですかの、舞台のパフォーマンスとかね、ですごくねこう肯定的に報道していましたけども、韓国の中ではねそれに対する反対のデモも起きてたぐらいですからね、そうですね、韓国はまあ2つに分かれてましたよ、それに関して。日本はまあ、政府は黙っていて、マスコミはお祭り気分だったわけよ、ですから、私だからね、微笑み外交というこの日本語もなんとなく違和感があって、僕はやっぱりある意味ではこういうふうなその言葉一つでね、昔あったじゃないですか、鼻血作戦とかね、ブラディーノーズ、ブラディーノーズってなんかアメリカの方がなんかこの鼻血作戦とか名前つけられてえらいことになるような感じになるけれど、で北朝鮮の方は微笑み外交でしょ。私は微笑み外交じゃなくて下り顔外交だと思いますよ、これは。下り顔ですよ、やっぱり。しめしめと、だってここで乗っかって、次の3月に、3月になって、皆さんこれね書いてあるように3月の下旬に、金正恩氏と習近平氏が、これが2人が会談をするわけでしょ、でその前にやっぱり、米朝の首脳会談の申し入れがどうもあるみたいですよみたいな感じで韓国は電書バトのように、だってティラーソン氏通じてなってやってるわけでしょ、で解任でしょ。その上のね、オットワーワンワンビアさんビアさんが戻ってきてすぐ亡くなった、で、それでお父さんがペンスさんと同行していったということは、微笑み外交は北朝鮮の方であって、アメリカは誰も微笑んでないのも、怒ってますもん、だから面白いことにアメリカもある程度政治利用したんですよね、オリンピック、そうやってワンムビアの お父さんも連れてくるということはね、そうですね。だからただやっぱりこうアメリカにしたら、私はだからアメリカ合衆国のその対応っていうんですか、国民を守るっていう意思がこれだけやっぱりそのリーダーにあるっていうことの、なんか私現れとしてその時にこう感動したって言いますかね、ありましたよ、やっぱり。ワンビアが死ん、ワンビアって言うんだったっけ、はい、これね死んでるわけでしょ、はい、でそれがだからね、アメリカ国民の感情にすごい影響を与えてますよ、だから北朝鮮の微笑み外交全く効果はないですよ、アメリカでは、ね、あれ一つでね、でしかもまだ拘束してる3人がいたということもあってね、微笑み外交はな、あれは韓国宛てなんですかね、アメリカには効果がないんですからね、そうですよね、だから韓国には効果がある、ムンジェインがこれで、これで有利になるということは北朝鮮の狙いなの、もうなんかね、この辺り全般的に見てもそうですけど、ムン・ジェイン大統領の顔がなんかね、ここにね、たらーっていうのがもう出て見えるような、そういう、 こう作り笑いを彼がしてて、微笑み外交に対して作り笑い外交をやってるようにしか僕は見えないんですよね、これ失敗したら、だってムン・ジェイン政権は
飛ぶって、まあ、もちろん韓国は1機しかできないんだけれども飛びますよねこんなもん。うーん、これだってそれをそれしかなかったわけだから、うん、ね、ほとんどだってまともな外交的な成果ってないわけでしょ。もちろんそれにかかってる時間がないっちゃそれまでかもしれないけど、こんな忙しいのに安倍さんみたいに世界中回ってる人もいるわけだからできなくはないわけでしょ。で僕もう一つは3月に起こるそのアメリカの動きっていうのが実はここの中に見えてないんですけど、2月の28日にアメリカがあの台湾トラベルアクト、台湾の旅行法を、はい、これを議会が上下両院で、はい、全員これ、うん、満場ですよね、満場一致なんかで通して、それで3月16日にね、はい、トランプ大統領が大統領令に署名してるんですよ。でね、こういうその北朝鮮がね中国にすり寄っていく動きの中で、はい、一方でアメリカは中国に対して、うん、要するに台湾をこう台湾をどう見るかって、もともとトランプ大統領が大統領になる前から、はい、なる前からそのことをちゃんと言ってた人ですよ、うん、ここね、うん、そうです、これはすごいなと思ったんですよ。アメリカの大統領の中でここまではっきり明確に台湾のことを、うん、明確にこの発言する人っていなかったと思うんだけども、本当この部分についてはどういう動きになるのかなと思って、口ば口だけかなと、ある意味では僕このトランプ大統領の台湾に対する政策が口だけに終わったらこの人はこれまでだなと思ってたら、違う違う、うん、大体やると言ったことをやっちゃうんだもん、うん、やっちゃうんだからね、びっくりしますよね。で、はい、今になって今度は新しい準大使館みたいなものを建てたら、うん、そこの警備に海兵隊を、うん、警備で持っていくって、もう僕アメリカの海兵隊、アメリカの海兵隊、僕本当にホワイトハウスに行って握手求めに行こうかなと思う本当に、いやケンちゃんカズちゃんの塊ですけどちょっと会いに行きましょうと本当に一緒に行きましょうか、もう一緒に行きましょう。ワシントンホワイトハウスから生中継というのはどうでしょうかホワイトハウスから、今日はですねホワイトハウスの前からケンちゃんカズちゃんお届けいたします、今日はゲストにトランプ大統領をお迎えしました。トランプさんいかがですか。やってみたいな、出てくれればいいんだけど、でもね、FOX ニュースには出てますけどね、時々、電話で。いや、FOX ニュースどうですか。FOX ニュースを毎朝見てるんです、彼が。これも見てるんですかね、そしたら。これは見てない。まあ、いかがでしょう、お二方、その、まあ、あの視聴者の方へのアンケートと並んで採点ということになると、はい、このトランプ、キム・ジョンウン両人の評価はどうなりますか。今回にかこの僕はねとりあえず、あの結果でいいと思ってますね。ああ、はい、うん、僕もあと本当ね、あの米朝首脳会談へのこの揺さぶり、はい、要するに向こうが北朝鮮が、前段少しだけちょっと話させていただくと、やっぱり米朝首脳会談をやるって言ってて多分やらないっていうふうに持ってくるだろうっていう北朝鮮の読みを、これをね全部潰してしまった。そう、これまさかトランプ大統領が会ってくれるとは夢にも思わなかったでしょう。だから4月1日に、米朝合同軍事演習開始、はい、でボルトン米韓合同軍事演習ですね。あ、ごめんなさい米韓ですよね、はい、でボルトン補佐官が就任した、就任したでしょ。これが大きいですよ。ここからですよね。ここが衝撃的でしょうね。だからもうイラクの要するにごまかしが効かなくなっちゃった。だってね、もともと北朝鮮の核廃棄、核実験場の廃棄と、それで核実験の中止と、そして ICBM の発射中止でしょ、これよく考えてみてくださいよ、はい、一つ目まず核廃棄所ってあそこって、プンゲリのところっていうのはもう使えなくなってるような老朽化した施設だから、これを潰す。で実際だから行ってみたらね、もう制限があって行動だとか報道も制限をされてたわけじゃないですか、はい、で二つ目は核廃棄ではなかったわけでしょ、核実験を中止するって持ってるやつを核を全部廃棄しろって、これイラク方式、リビア方式に最も近いやつですよね、はい、で2つ目が今度はごめんなさい、3つ目が、とにかく ICBM を発射を中止、いやいや発射じゃないだろうと、それは ICBM 持ってる ICBM を火星14とか15と言われるような長距離飛べるやつを、これをなしにして廃棄して、しかも今度はボルトンさんは核とミサイルだけじゃなくて大量破壊兵器に当たるんだから、化学兵器も生物兵器も全部破棄だ、これ素晴らしいですよ。で河野外相は、日本の河野外相の方も当然ながらここはね、中距離弾道ミサイル、これは日本列島も
グアムまで全部届くようなやつも、はい、これも破棄の対象だとやってるでしょ、はい、要するに隠したって無駄だっていう形でどんどんと押し込んでいったって、うん、最高ですよ僕、うん、本当ですよね。だからその意味では今まで通り、ね、うんうん、いや今まで通りそのどうのようなことができなくなった、うん、でトランプ大統領とボルトンさんの僕はあるいはこれもポンペオさんも3人この3人の主役っていうのは僕はなんていうかな水戸黄門みたいに見えるんですよ。水戸の五郎公がね、トランプ大統領で助さん格さんがポンペオさんとボルトンさんみたいな感じでその前ポンペオ氏が助さんですか。助さんボルトンこれはおもろいですよ。だって格さんですね。だって北朝鮮が今まで秘密のベールに包まれて何をやってるか何を考えてるかわからないようなステルスだったんですよ、はい、あステルス国家みたいな感じじゃないですか、ところがですよね、もうぐわーってみんなで3人でアメとムチを持って攻撃をかけたら、そしたらこの圧力に屈して、もう2回目のね、もう中朝首脳会談って、はいはい、誰も知らないようなことでパーン飛んでって、中朝首脳会談2回目はやるわ、でもう1回今度はだってビビったでしょ。ビビったんですよ。もうそこまで言われると思わなかったでしょ、ね、第一会うと思わなかったですよね、はい、そうですよ ね, ね でも、その後、あれポンペオさんとのあれがあって、はい、で今おっしゃるもう全面的に全ての兵器をやめろっていうそういう戦略的な兵器をね